今日はミサオですね。やっていきましょう。こんにちは。性別を選択してください。通りに変更はありません。あー、どっちでもいいけどな。男の子にしとこうか。あ、名前も選べるんだ。カタカナにしとこ。あ、英語でいいか。これでいいや。はい、OK です。さあ、これはどんなゲームなんでしょうか。助けて、私を見つけて。その声はミサオちゃん？ミサオちゃんなのか。ミサオちゃん、夢？ミサオちゃんの声が聞こえた気がした。夢だったのかな。あれから3ヶ月か。うわ、あ、もうこんな時間だ。急がないと学校に遅刻しちゃうよ。クラスメイトのミサオちゃんはおとなしくて目立たない、どちらかというと地味な女の子だった。親しくはなかったけど、いつも一人でいた彼女のことが僕はずっと気になっていた。親しくなれたらいいなって思ってた。でもその夢は叶わなかった。3ヶ月前、彼女は突然姿を消した。あの日から彼女は学校へ来なくなった。家にも帰っていないらしい。家出するような子じゃないらしい。もしかしたら何か事件に巻き込まれたんじゃないかって大人たちは言っている。さてと、行ってきます。クラスメイトたちはみんなして彼女はもう死んだんじゃないかって噂をしている。ミサオちゃん無事だといいな。私を見つけて。学校が舞台なんだ。で、ここがであるからして、倉田先生、今日も超イケメン。夢の中で聞いたあの声、あれはミサオちゃんだったのかな。早弁してるやついるな。俺の授業でよそ見とはいい度胸しているな。うわ、テストに出る大事なとこだからな、ちゃんと聞くように。ごめんなさい。弁当食ってるやついるよ。携帯いじってるやつとか。こいつらは注意しねえのかい。今日の倉田先生、スーツ新しかったよね。ああ、もう超かっこいい。彩香はまた今日から違う。彩香はまた今日も朝から倉田先生の話か。毎日毎日よく飽きないな。だって超イケメンなんだもん。倉田先生マジ最高。そうだ、ハンドクリーム塗らなきゃ。知ってる？噂で聞いたんだけど、倉田先生って手フェチなんだって。だからこうやって毎日手をきれいにしていれば好感度上がるかも。そんなのどうでもいいよ。まあ、あんた男の子だもんね。先生より早乙女の方がいいに決まってるよね。なんで早乙女さんの名前が出てくるんだよ。あんたいっつも早乙女のこと見てんじゃん。
あんなぶりっ子のどこがいいんだか。誰も好きだなんて言ってないだろ。美人だなって思っただけで。本当かな。ね、こんばんは。本当だよ。最近さ、この学校で怪現象が起きてるんだって。マジ怖いよね。怪現象？くったらね。マジだよマジ。こないだ隣のクラスの子がトイレで突然誰かに足引っ張られたって。体育館の照明が落下する事故もあったよな。幸い怪我人は出なくて済んだけど、未だに原因が分かってないんだよな。幽霊の仕業だったりして。いやー怖い。あ、こいつが早乙女か。幽霊？バカ、なもんいるわけねえじゃん。待てよ、もしかするとミサオの呪いかも。お前そういう冗談やめろよな。っていうか超ありえるんですけど。だってあいつがいなくなったのって3ヶ月前じゃん。怪現象は3ヶ月前から急に起き始めたんだよ。はい、こんにちは。その怪現象がミサオの呪いだとすれば、吉野、お前は遅かれ早かれいずれ呪われるな。は？私が何したってのよ。お前ミサオのこといじめてたじゃん。いじめてねえし、ちょっとからかっただけだっつーの。っていうか、か、これなんて読むんだろう。加納誠？加納誠かな、これフルネームで読むかな。ミサオのことをもてあそんでたじゃん。呪い殺されるのはあんたの方でしょ。トーマかな。俺は大丈夫だって。ミサオは俺に惚れてんだから。どうだか。トーマ、私怖い。私トーマの彼女だからミサオちゃんに恨まれてるかも。心配すんな乙女、俺が守ってやるって。いや、このゲームすごい人気あるよ。うん、ちょっと古いゲームだけど評価がめちゃくちゃ高いゲームです。はい、めちゃくちゃ人気のゲームですよこれは。古いけどね少し。やん、トーマ優しい。け、勝手にやってろバカップルが。ミサオちゃん、どうか俺らだけは呪わないで。なんちゃってギャハハハ。今何か起きたな、怪現象が。地震？なんだよ、急に空が暗くなったぞ。一体何が起こってんだ。もしかしてマジでミサオの呪い。ミサオが私たちのこと怒ってるんだ。バカ何言ってんだよ、呪いなんて冗談に決まってんだろ。え、糸？助けてミサオちゃん。ミサオちゃんなのか。ミサオちゃんの声が聞こえる。やっぱりミサオの呪いよ。バーロー、俺のミサオの声なんか聞こえ、俺はミサオの声なんか聞こえないぜ。バーローってコナン以来聞いたわ。てめえデタラメなこと言ってんじゃねえぞ。デタラメじゃん。私を見つけて、ミサオちゃん。私を見つけて。うわー。
何が起こった？ああ、教室がめちゃくちゃだ。う、ここ教室だよな。一体何が起こったんだ？あ、動かせる。まあ、マットファーザーと似てるでしょ、これ。まあ、ストーリーは違うけど、もちろん。これは夢か。真っ暗で外の景色が何も見えないぞ。どういうことだ。こんにちは。イサオの呪いよ。ふざけんな、ふざけんな、ふざけんな。怒ってるな。まあ調べていこうか。教室はもう何も調べられないかな。出ましょう。もういるね。早速。早速いたね、今。もう悲鳴だ。どうした？ここじゃないか。あ、ちょっと待って。ここじゃないか。これいけないよね。うん、床が崩れている。ここしか行けないね。サブキーを短くを短端押しすることでクイックセーブ。あー、なるほど。あー、これがセーブなんだ。乙女、こっちだ。うぎゃーって、糸、お前かよ。お前も逃げた方がいいぞ。なんかやべえよ。マジでやべえ。やべえんだ。大間くんたちを追いかけた方がいいかも。はい、こっちだね。助けてって言ってる。ミサオ？いる。え？ミサオちゃん？何か近づいてくる。逃げた方がいいだろう。何か変だ。お、俺が悪いんだ。全部俺の責任だ。俺が何とかしないと。ミサオ、待ってろ。必ず見つけてやる。学校に閉じ込められてしまったのか、ミサオの呪いで。じゃあ、いた。ミサオちゃん、待ってくれ。意外と追いつくんだ。あ、ダメだ。あ、進めない。足跡が。今のは幻？ミサオちゃん、君は一体どこにいるんだ？ああ、え、ミサオちゃん、私を見つけて。ん、ミサオちゃん、おやおや、やっと気がつきましたね。また出てくるんだ、同じような坊主の人が。ここは？あなたは？同じやつじゃねえかよ。なるほど。私はこの学園の生徒会長、鬼瓦。そしてここは生徒会室。あなたは運よく安全な場所へ飛ばされたようですね。飛ばされた？
あの地獄の後、学校全体が異界に飲み込まれてしまいました。その衝撃で学校にいた人間はみんな校内のどこかに飛ばされてしまったのです。異界に飲み込まれた、一体どういうことですか？どうしてこんなことに？どういうことですか？それは呪いです。ある少女の呪いがこの学校のすべてを異界に閉じ込めたのです。まさか本当にミサオちゃんが？鬼ヶ原会長、やっとここまでたどり着けた。もう死ぬかと思っちゃいましたよ。図書室さん、やっと戻ってきましたか。彼女はこの学園の副会長、いつも図書室にいることから図書室と呼ばれています。これで図書室さん、校内の様子はいかがでしたか？それがもうめちゃくちゃのぐちゃぐちゃなんですよ。学校全体の構造がバラバラになっちゃって、出口も見つからなくて閉じ込められた状態なんです。それにあちこちに悪霊が徘徊して人を襲ってるんですよ。目の前で生徒が殺されるのを見ちゃいました。あんなの見せられたらもうハンバーグなんて食べられませんよ。ああ、おっかないです。わかりました、見回りご苦労でした。もう下がってよろしいですよ。はい、それじゃあ私図書室に戻ります。また私を使いたくなったらいつでも呼んでくださいね。悪霊ですか、呪いの力が呼び寄せてしまったのでしょう。今やこの学校は悪霊の巣窟、どこにも逃げ場はありません。そんな、助かる方法はただ一つ、少女の呪いを解くことです。これしか方法はないでしょう。どうすれば呪いを解くことができるんですか？少女の魂を救ってあげることです。伊藤君、あなたならわかるはずです。あなたが今何をすべきか。僕が私を見つけて、ミサオちゃんが僕を呼んでる。そっか、見つけてほしいんだね。鬼ヶ原さん、僕ミサオちゃんを探しに行きます。行くのですね。図書室から聞いた通り、校内は悪霊であふれ返っています。それでも行くのですか？行きます。だってミサオちゃんは友達ですから。わかりました、この学校の運命はあなたに託しましょう。あなたならこの学校を救えると信じていますよ。困ったことがあれば2階の図書室を訪ねてみるといいでしょう。彼女がきっと力になってくれます。それから記録を取りたいときは私に話しかけてください。いつでも記録して差し上げますよ。うん、そうなんだね。無事を祈ってますよ。あ、まあセーブ一回しとこう。4階廊下なんかあるな。こっちはじゃあいけないね。校長室、校長の日誌だ。非常口扉の鍵を花瓶の中に落としてしまった。誰か拾って。花瓶の中、この花瓶か、これか。花瓶だ。テーブルに固定されていて動かない。調べよう。いた。うん、トゲがついてんのか。バラのトゲが刺さった。うん、バラは毒を持っていた。
糸の体中に毒が回る。嘘。え？これで死んじゃうの？バラの毒で死んじゃうのか。ここは一旦出るか。ここじゃなくていいな。下は？考えろか。フォローありがとう。おう。嘘でしょ。すぐ死ぬじゃんこれ。すぐ死ぬな今回。クイックセーブが大事なんだねこれ。何もないな。うん。あれあれ、うわ。嘘でしょ。気をつけないといけないな。消火器だ。はい、こんばんは。俺も危ないね。いやー、来ないで。あ、トメ、トーマ助けて。あ、うわートーマ、いや待って、助ける。助けないと。何か悪霊を追っ払う道具は、こんな道具あります？早乙女さんを助けるんだ。何も持ってないよね、道具なんて。え？ああ。あ、これか。うん。ろ過器をぶっかけると。早乙女さん、あ、食われてる。よくも早乙女さんを、化け物め、これでも食らえ。乙女さんごと真っ白になっちゃったよ。助けてあげられなくてごめん。かけなくてよかったろう。じゃあこんにちは。あなたが好き、あなたを思うとそれだけで胸が熱くなってチョコレートみたいにとろけそう。なんだこれは。みんな聞いて、大ニュース。これ聞いたら爆笑よ。なんだよ吉野、もったいぶらずに教えろよ。なんとこの中にトーマに恋してる女の子がいます。は？何お前、俺に告ってんの？私じゃねえよ。その女の子はクラスでも目立たない地味なミサオちゃんです。マジ？私、ほらほら、トーマくんに、トーマくんすぐ近くにいるよ。告っちゃいなよ。いいじゃん、付き合おうぜ。え？俺さ、前からお前のこと気になってたんだ、トーマくん。は？トーマ、マジで言ってんの？ミサオだよ？うるせえな。俺が誰と付き合おうと吉野には関係ねえだろ。メアド交換しようぜ。うん。
どうして吉野さんにバレちゃったのかな。なんでもいいや。だってか、トーマくんの彼女になれたんだもん。吉野さんに感謝しなくちゃ。あ、トーマくんからメール来てた。ミサオ、好きだよ。ミサオも俺のこと好き。トーマくん、何これ。恥ずかしすぎるよ。なんて返信しようかな。あ、来たよ。クスクスクス、笑ってるな。何？え？ミサオちゃんの純情メール大公開。私もトーマくんのこと大好きだよ。トーマくんのことが世界で一番好きです。私ね、トーマくんへの気持ちをポエムにしたの。嘘、これ全部私の。あなたが好き、あなたを思うとそれだけで胸が熱くなってチョコレートみたいにとろけそう。全部メールの内容を貼られてたんだ、壁に。吉野さんの仕業ね。吉野さんがトーマくんの携帯を盗み見たんだわ。ひどい人。吉野さん、あなたがトーマくんのこと好きなの。私知ってる。きっと嫉妬してるんだわ。でもダメよ。だってトーマくんは私のことが好きなんだから。いや、嫌だってば。イチャイチャしてるな。いいじゃん、誰もいないんだしよ。トーマくん？もうトーマのエッチ。ミサオのメール掲示板に貼り付けたの乙女だろ。知らない。お前しかいねえだろ。乙女にしか見せてねえんだから。知らないもん。しらばっくれるからこいつ。キャー。まあそれは恨むわな。今のはミサオちゃんの記憶？ああ、なんか魂みたいなのが。お墓か、これは。うん。ここがなんか光ったね。セキュリティシステム稼働中。解除にはプロテクションディスクが必要。一度出るか。セーブしよう。美術室。ん？ああ。死んじゃった。ああ。うん。何もないか。なんか、数字みたいなの書いてない？これ。あ、助けてか。お！やべえぜ。ここ入ったっけ？お、あ、ここ入ったな。あ、さらに2階に行ってみましょう。ここが、あ、図書室か。あ、あ、あなたは生徒会室にいた。あ、糸です。図書室さん？覚えてくれてたんですね。嬉しいです。あ、人とお話しするの何年ぶりかな。え？糸さん、私とお友達になってください。いきなり？ダメですか？
まあ、友達になりましょう。本当に嬉しい。お友達なんて初めて。でも図書室さんってなんだか呼びにくいな。本当の名前を教えてほしいな。それなら伊藤さんが呼びやすい名前をつけてください。私もっと素敵な名前が欲しいです。え？名前をつけるの？これじゃあ、名前をつけるの？これ何にしようかな。読みやすい方がいいな。翻訳でもちゃんと読めそうな名前。花にしようかな。花。素敵なお名前です。これからは花と名乗りますね。ああ、お友達、いい響きです。それじゃあ僕そろそろ行くね。大事な用があるから。伊藤さん、困ったことがあったらいつでも私のところへ来てくださいね。私なんかが役に立つかわからないけど、どんなことでも力になりますから。ありがとう。何か落ちてる。やいぺっちゃんこ、ただの子供の落書き。あ、このゲーム危険だな。すぐ死ぬな。ああ、またこっからか。ああ、そして、ああ、ヒントはまだいいや。このメモを読んじゃダメなんだね。テープ入れて。ああ、憎しみ抱いた幽霊は悪霊と化し、醜い化け物へと変貌する。恐ろしや。この部屋か。海外童話のパロディ絵本、太めの怪人を見つけた。これ何、読んだ方がいいのかな。太めの怪人は言いました。おいしいお菓子をありがとう、ジャック。お礼に呪いの力を授けましょう。太めの怪人って結構可愛いんだな。綺麗な女性の肖像画が飾られている。うん、植木鉢、こんなもんか。ヒントは、呪いを解くにはこの学校に隠された6つの鍵を祭壇に捧げないといけない。なるほど。ついさっきものすごい勢いで3階から1階まで駆け抜けていく男の子を見た。悪霊に追われていたんでしょうか。なるほどね。1階に行くんだ。ことは、こっちはトイレか。これ違う。ここもなんか開けたら死にそうだな。今一度開けてみるか。ロッカーの中に何かがいる。まあいい、開けちゃいましょう。あれ、先生。はあ、はあ、助かったよ。いや、参ったよ。地震の直後、気を失って気がついたらロッカーの中に閉じ込められてたんだ。どうも中からは開けられない仕組みになっていたらしい。まあまあ、助けてよかったね。じゃあ学校の様子がおかしいな。少し様子を見てくる。
先生、校内は危険です。行ってしまった。先生大丈夫かな。うん。何これ。ロッカーの鍵使えそうだ。では、ああここか。違うわ。何か近づいてくる。隠れろ。そうだ。また同じようなやついるな。いやこれ、ま、これお父さんじゃん。完全に。今のは人間なのか。学校でチェーンソーなんか持ち歩いてどう見ても普通じゃないぞ。あんなのに襲われたらひとたまりもないだろうな。これ何？ CD ローム。ここ危ないね。あーだってこれマッドファーザーの昨日最後でこのなんか研究室みたいなの出たよね。繋がってる、リンクしてるんだね、世界観が。これで死ぬでしょ。そうだよね。そうなるよね。こうなると思って通ったから今。あ、災難が過ぎるな。これループしてる？必ず女の子が出るな。だんだん近づいてない？近づいてないか。まあまあ、いや、ここ一旦。ああ、じゃあ、下に開い。一階に行きましょう。ここなんだい。職員室。あれ絶対人間じゃねえだろ。あれ人間じゃねえな。ちょっと待て。あやか、無事だったのか。あ、人間だ。ちょうどいいところに、今がチャンスよ。え、どういうこと？今なら誰もいないから倉田先生のデスク調べ放題よ。何バカなことしてるんだよ。今はそんなことしてる場合じゃないだろ。学校が大変なことになってるんだぞ。見てよ、一番上の引き出しの中、倉田先生のラブレターでいっぱい。まったく誰なのよ。私の倉田先生にラブレターなんか送ったやつは、どんなことか書いてあるのか調べてやる。あやか、そんなのどうでもいいから早く安全な場所へ逃げるんだ。ダメ、これ全部見てから。それに一番下の引き出しもまだ見てないんだから。逃げるならあんた一人で逃げなさいよ。どうなっても知らないからな。先生のこと超愛してます。先生のパンツ洗いに行きたいな。誰よ、先生にこんな低能文章を送りつけたやつ。ん、最後に名前書いてある。先生大好きな彩香より。私かん。私じゃんって。鍵を使うんだ。お、壊れた携帯電話セーブ。
あとは何もないね。こっちから出るとどこに出るんだ。あ、同じか。あ、女子トイレ。匂うな。流せよ。開けらんないんだ、まだ。この気配がする返事がない。開いた。あーそーぼー、花子さんだ。遊ぼうと。それで、あ、遊ぼう、あー、かわいい顔して近づいてきて、もうここ行かなくていいか。男子トイレ、匂うな。震えてるやつがいるぞ。これは人間かな。ああ、トーマだ。トーマくん。驚かせんなよ。トーマくん、君って普段は強がってるだけなんだな。なんだと？早乙女さん、助けてあげられなかった。彼女はもう、乙女が。俺のせいじゃねえぞ。俺は悪くねえからな。全部ミサオのせいだ。くそ。このままじゃ俺もミサオに殺されちまう。助けてくれ。助かりたいなら僕に協力してくれ。一緒にミサオちゃんを助けよう。は？冗談じゃねえよ。ミサオのせいでこんなことになったんだぞ。なのになんであいつを助けなきゃなんねえんだよ。なら一生そこで怯えていればいい。君がどうなっても僕は知らないからな。待て、待って。わかった。何でも協力する。だから一人にだけはしないでくれ。わかった。はぐれないようにしてくれよ。おう。わかった。さあ行こうぜ。一緒に行くんだ。セーブ。いやー。どうした？死んじゃった。しっかりするんだ。あうわうわ、よかった、まだ息がある。どこかで治療しないと。完全に呪われてますね。振り向いてはいけない。振り向かないで。あれ、これミサオちゃんじゃない？後ろに何かいるな。後ろに何かいるな。振り向いたら死ぬな、これきっと。鍵がかかっている。あ、ダメだ、死んじゃう。これを読まずに行くんだな。あれ？ついてきちゃうの絶対に。こっちは行かなくていいか。下は？食堂。なんかゾンビ見たくなってんな。食事を取りますか。はい、大丈夫。毒とか入ってない、これ。カレーライス美味しい、止まらない。もっともっと食べたい。おかわり。食べ過ぎて死んじゃった。
お腹が膨れて身動きが取れない。だんだん眠たくなってきた。ああ。ああ、もうお腹ペコペコです。ハンバーグランチください。やっぱりハンバーグは食べたくなっちゃいますね。で、その肉を食べるんだ。結構死ぬ可能性が高いね、このゲームね。自動販売機。お金がない。もちろんこいつらに見つかったら殺されるんだよね。あ、大丈夫か。電動すりおろし器。大根ぐらいの大きさのものなら簡単にすりおろせるだろう。こいつらに襲われはしないんだ。手が止まったぞ。こっちは？お？綾香。それに倉田先生も。助けて。綾香？落ち着け。もう化け物はいない。先生、綾香はどうしたんですか？化け物に襲われた恐怖でパニックを起こしてるんだ。綾香、襲われたのか？だから安全な場所に逃げようって言ったんだ。また、今はそっとしておいてやってくれ。でも、大丈夫だ。俺がついてるから。わかりました。先生、綾香のことをよろしくお願いします。僕はもう少しこの辺りを調べてみます。ちょっと待って。職員室の俺の机の上に精神安定剤があると思うんだ。それを持ってきてくれないか。飲ませれば少しは落ち着くと思うんだ。わかりました。気をつけるんだぞ。絶対に死ぬんじゃないぞ。お前も俺の大事な生徒なんだからな。先生、ありがとうございます。セーブ。職員室で精神安定剤を持ってくると。絶対死ぬだろ、これ。やっぱり。お眠りしますか？しません。どうなんだろうね。まあ、そんなに気持ち悪くはないでしょう、このゲーム。ここまで。おやおや、奇遇ですね。気になって様子を見に来たのですが、思った通り、そこら中に悪霊の気配が漂っていますね。これだけか。この赤いの、読んだらまた死にそうだな。ん、なんだ？では、あれ、こっちは行ったよね。行った。ここは？ん？誰のお墓だろうか、名前が刻まれていない。早乙女の墓。みんなのお墓が増えていくんだ、ここに。うん、開かないよね。これ読んだら死にそうだな。掲示板の張り紙を手に入れた。あ、死なないわ。ってことは職員室に行きたいですね。どこだっけ、職員室。ここだ。
で、あ、倉田のデスクだ。精神安定剤ないかな。あれないんだ。おかしいな。先生ないですよってまた言いに行くのかなこれ。あ、閉めます。ちょっと薬なかったですよ先生と。俺の、うん、ないんだよ。地下は？地下に洞窟がある学校なんだ。進んで大丈夫かこれ。崩れた岩が道を塞いでいる。こういう時はダイナマイトで吹っ飛ばすのが鉄板だよな。いずれ来るんだねここに。まだ行けない。職員室で何も取れなそうだから上に行くか。まあ、一度行った場所でもまた行けば何かある可能性があるからね。ここは何もないか。聞いてみようか。ああ、トーマをね、助けてもらう。はいはい、そうだ。トーマ一緒にいたんだ、そういえば。手当てはしたし、これでもう大丈夫だな。タナちゃん、しばらくここでトーマくんを休ませてあげてほしいんだ。ここなら悪霊も寄ってこないみたいだし。そんなの無理ですよ。こんな得体の知れない人。僕のクラスメイトだよ。トーマくん、そんなに怖い人じゃないから。お願いだよ。大丈夫かな？大丈夫でしょ。預けておけば。ちょっとヒントを聞きたいな。ああ、一緒か。ああ、水分も必要か。研究室の防犯システムはコンピュータールームから操作できる。あ、これ言っちゃいけないんだった。コンピュータールームか。1階の廊下にある掲示板を見ましたか？あの記号一体何を表しているんでしょうね。私の推理だと学校にある何かを表している気がする。女子トイレの扉を3回ノックすると花子さんが返事をするっていうのはこの学校では有名な都市伝説ですよね。すごいヒントいっぱい教えてくれるな。ここはやっぱり行けないか。いや、こっち行ったな。案外だ。あれかな、なんかあのどこだっけ。ここでさ、CD ロムすると、セキュリティシステム稼働中。おー、セキュリティシステムを強化しよう。するとどうなるの？侵入者を発見、直ちに駆除します。あら。いや、俺はいいんだよ。俺は駆除しなくていいんだよ。
キュリティシステムを解除すればいいのか。OK。これでいいんだね。あ、これヒントだね。教室だよな。もう何もないかな。さらに上だ。お？屋上。やばそうだな。ああ。ああ。オーマイガー。誰が連れてってくれって言った。種。種、あ、植木鉢あったな。このゲームはさ、長いの？マッドファーザーと同じぐらい時間かかる、これ。もしかして。マッドファーザーはトータル10時間くらいやったからね。ここに種を入れるでしょ。水も欲しいんだよな。ああ、そうなんだ。うん、あ、そんな、まあまあ同じくらいか。そっか、初見でやると時間かかる感じだね。最初の1周目は時間かかるかな。あ、いける。お、植物活性、植物活力剤。いいね。助けて、吉野。ソルトマンドレイク。塩でできている、なるほど。マンドレイクボム。なるほどね。これか。なんだ？危険。飲みますか？飲むわけねえだろ。飲むな危険って書いてあんだからよ。あーあーああ。これは？培養層のサンプルが逃げ出した。眠いじゃない。長い眠りから目覚めたばかりで弱っていると思うが、非常に攻撃性の高いサンプルだ。被害が出る前に探し出さなくては。おお。あ、助けなければ。何した、今。あ、よかった、助けて。助けますか？いや、もうこんなんで選ばせるんだよ。もう助けるだろ、そりゃ。待ってろ、今解いてやるから。あ、ありがとう。あんたっていいやつね。工藤なんかより全然イケてる。吉野、
君はいつも自分より弱い相手をからかって楽しんでいるよね。そういうのをいじめって言うんだ。何？それがどうしたってのよ。一つだけ約束してくれないか。今後弱い者いじめはしないって誓ってほしいんだ。わかった、わかったわよ。もうしないから、とっととほどいてよ。早くしないとあいつが戻ってきちゃう。うん。あいつ？生きたー。隣にクマいるじゃん。隣に可愛いクマが寝てるよ。実験台にされちゃう。今の音、まさか。くそ、手枷が外れない。このままじゃ僕まで捕まってしまう。どうすれば。落ち着け、落ち着くんだ。僕まで捕まったら吉野を助けられなくなる。一体どこかに、一旦どこかに隠れるしか。ここがいいんじゃない？多分クマだったら切られそうだよ。これ意外とバレないでしょ。マンドレイクにされちゃった。ダメか。一度この会話は、会話を飛ばして、このクマの中に入るのかな。隠れる場所にはちょうどいいかもしれない。でもどうやって。あー、入れねえか。まあいいか、ここでいいか。そこ入れます？入れないよね。やめようやめよう。何かあるな。あ、メス。オッケー。な、大きなクマのぬいぐるみだ。イグルミか。中身はどうなっているのだろう。なんだこれ。ぬるぬるして血生臭い。吐きそうだ。やめろこの野郎。いやあ、あいつは死んじゃった。血だらけ。どうやら化け物は去ったみたいだな。助かった。うわ、なんで体が血まみれなんだ。これ着ぐるみだよな。いや、本物だろこれ。なんてことだ。こんなひどい仕打ちをするなんて。助けてあげられなくてごめん。ミサオだって悪いのよ。トーマと付き合い出した途端、私のこと見下し始めたんだ。私はただ懲らしめてやっただけ。トーマの彼女になったからっていい気になってんじゃねえよ。なんだよその目は。こんなことしたって吉野さんはトーマくんの彼女にはなれないよ。はあ？この野郎。ミサオのくせに舐めた口叩きやがって。何？あ、あんたとトーマが本当にラブラブか確かめてあげよっか。いや、何するの？話して。やめて。うわぁ、ミサオちゃんやらしい。記念写真撮ろうよ。ほらほら、ミサオちゃん、笑って。はい、チーズ。
ああ。ミサオちゃん、財布も落としてるよ。あ、ごめん、手滑っちゃった。まあ、死んで当然だな、こんなやつ。と思っちゃうな。何も知らなかった。ミサオちゃんがあんな目に遭ってたのに、気づいてあげられなかった。まあ墓に名前が刻まれたね。一回セーブして、出ましょうか。体が真っ赤なんだよね、ずっと。これ治るのかな。あ、どういう状態今の。なぜ死んだの今。ここから行けってことか。いましたね。今持ち物は植物活性剤。あ、ここか。これか。どうだ？これでいいのかな？とりあえず。あとマンドレイクボームね。こっちはなんだっけ？ああ、ループのところか。この体が赤い状態で何かするんだよな、きっとな。何か意味があるでしょ？この赤い。体が。下行くか。あ、ここはまだ行ってなかったな。おお。ああ。あれ。なんで。どういうこと。ここも何かいますね。あの影はやばいでしょう、きっとね。あれ、バットか？あら。うん、金属バット。そして幽霊言い過ぎだよこれ。本当にこれ食べちゃダメ。うん、まずはちょっと一回自力でちゃんとやるから、ヒントは言わなくていいからね。あ、死んでる。目を覚ますんだ、綾香。すまない、守れなかった。化け物が突然目の前に現れて、どうすることもできなかった。クソ、大事な生徒を守ってやれなかった。先生、あまり自分を責めないでください。悪いのは全て悪霊です。悪霊を何とかしないと。先生も怪我してるじゃないですか。手当てしないと。俺は大丈夫だ。俺に構わずやるべきことをやれ。そうだ、これを。なんだこれは。中身は見ない方がいい。彼女は行方不明になる前日、俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくてろくに彼女の話を聞いてやれなかった。彼女が苦しんでいたことは知っていた。あの時ちゃんと話を聞いてやれば、彼女が消えることはなかったかもしれないのに。俺には彼女を救う資格はない。君が彼女を救ってやるんだ。謎の包み。
はい、あと一回クリアするまでネタバレはしないでくださいね。ああ間違った、大丈夫だ。出ましょう。うん、これでマンドレイク使うのか。待て、こういうことね。植物とはいえかわいそうだ。衝撃を与えるだけで本当に爆発するのか。逃げろ、なんかまずいんじゃないか。離れた方がいいかも。あれ今間に合ったか。間に合ったね。うん、あのヒントが欲しいときは俺から聞くから、それまでは何も言わないでくださいね。まずいね、来たね今。一輪のキノコが導く。ああ挟まれた。もう一度行こう。こっちはダメなの。こっちはダメなんだ。こっち何がいけなかったんだろう。また同じことしたら同じ感じになるよね。そうだよね。まあそうなるよな。行かない方がいいのか。何のために地下に行けるのこれ。感じだけどね。ああこれでいいのか。 OK。泥まみれの革靴。ナイス。これ。革靴。何に使うんだ。まあ、キーアイテム？あとどこだ必要なの。一回ヒント聞いてこよう。うん、まあ水分ね、水分を与える。あと掲示板の暗号。うん、あと女子トイレの扉を3階ノック。バットで悪霊に立ち向かうなんて無謀。うん、あー分かった分かった分かった、ありがとう。校長室だ。保存できますよ。保存しておきますね。
包丁室どこだっけ、これだ。もう花瓶をバットで壊すんだね。うわ、花瓶の中から何かが出てきた。非常口扉の鍵。非常口扉ってどこにありましたか。ああ、これかな。非常口扉。ああ、そうだね。OK。あれ？ああ、いいのか。よかったよかった。体育館。これなんだろうな。いきなり飛んできそうだな。あ、工藤くん、伊藤くん、怪我してるじゃないか。化け物にやられたんだ。なんとか逃げてきたけど、足をやられて歩けないんだ。苦しいよ、助けて。あの上のぶら下がってるやつが落ちてきそうだね。ミサオ、工藤くんにも聞こえてるんだ。ミサオが苦しんでいる。そう、俺がもっと早くミサオを救ってやればこんなことには。工藤くん、俺とミサオは幼稚園の頃からずっと一緒で、昔は二人でよく一緒に遊んでいたんだ。中学に入ってからは女の子と遊んでると周りからからかわれて、それが怖くて俺はミサオを避けるようになった。ミサオがいじめられてるって知った時も俺は助けてやらなかった。そして今回もごめんよミサオ、助けてあげられなくてごめんよ。俺も今からそっちへ行くよ。ずっとお前のそばにいる。だからこんな悲しいことはやめにしようなあミサオ。え、助けるのかな。でもまあでもなんか これ結局全員死んじゃいそうだよな、主人公以外。助けに行ったら死ぬんじゃないかこれ。一回様子を見よう。なぜ様子を見るのかわからないけど、この状況で工藤くんの思いきっとミサオちゃんにも届いているはずだ。ミサオちゃん、お願いだ。工藤くんを助けてやってくれ。ミサオ、ミサオ、俺を迎えに来たんだね。これからはずっと一緒だよ。愛してるよ、ミサオ。勘違いしないで。私はあんたのことなんか好きでも何でもないんだから。死ね。ミサオ。まあそうなるよな。どうして、どうしてなんだ、ミサオちゃん。止めないと、これ以上誰かが犠牲になる前に。ミサオ、ミサオって言ってるね。ミサオは俺が守る。まだ言ってるよ。死ねって言われたのに。出ましょう。振り向いたら俺も死ぬ。あとは。ついていくのか。どうした？ミサオ見つけた。何これ？ちぎれたヘアゴム。俺が悪いんだ。俺がミサオを苦しめたんだ。回想シーンね。
あんたって男のくせにめめしいことするよね。こそこそと人の悪口 SNS に書き込んでさ、そういうとこがネクラだっつってんだよ。あれは俺じゃ。あんなキモい文章書くやつ他に誰がいるってんだよ。いっぺん自分の文章見直してみな。マジやばいから。童貞臭プンプンするから。そのぐらいにしとけよ。は？あんたが私に指図するわけ？まあいいや、こんなやつ相手にするの時間の無駄だし。ミサオ、食堂行くよ。あんたのおごりね。え？私、お金そんなに。あんたに拒否権ないから。そんな。助けてあげられなかったと。見ていたのに。ミサオ、今そっちに行くよ。とどうなるの？血で汚すわけにはいかない。いいだろそれは。あ、これか。ああこういうことか。チラより。お、あれ。やばいねやばいねやばいね。あ、来てる来てる来てる。嘘でしょ。白百合を手に入れて逃げる。ああ。OK だね。どこの教室のこと言ってんだろう。おお。ちょっと待って、今何？これ死ぬよね。宝石は呪われている。まあそうだよな、そうなるよ。ここではないのか。あんま行けるところ限られてるもんな。血だらけだし。カプセルを制御する機械。あ、これか。うん。かわいい。ついてくるな。このついてくる特性を生かすのか。ああ死んじゃった。電話の音にびっくりして。あ、間違った。ここじゃねえわ。これ一回飲んでみるか。飲むな危険。
体の中が焼けるように熱い。まあそりゃそうだよな、うん、そうなるよそりゃ。こいつどうすんだろう、ちょっとどいて、挟まっちゃったよ。やべ、どうすんだろうな、ついてくるんだけどね。ああそういうことか、なるほど。塩だからなんか魔除けみたいなことに使うんでしょうね。あ、これだ、すりおろし器。はい、で塩を手に入れた、いいぞ。この塩をこれ花子さんに使えないの、使えないか。セーブしておいて、この塩を持った状態で遊ぼ。はい、ダメ。違かったね。ああこれか、体を洗うって。ああオッケーオッケーオッケー、こういうことね。6つの鍵を捧げよう、さすれば呪い解かれん。鍵を捧げましょう。揃ってないか。とりあえず体がきれいになったことによって何か変わるでしょう。今度いけない、これ無理か。無理か。何回殺されるんだよ花子さんに。これで寝るのか。いやこれ殺されるパターンか。花子さんどうやんのあれ。職員室ももう何もないのかなこれ本当に。お、あら死ぬんかい。なんだよ、いけたと思ったのに今。子供の例だよね。塩使えないの。あ、使える、使えますね。そういうことか。音楽室か。はい、早速死んでいる。悪霊のようだが襲ってこない。まるで何かに襲われて死んでいるかのようだ。
どうして聞いてくれないの？あれ。よかった、セーブしといて。誰も私の演奏を聞いてくれない。聞いてあげればいいんだね。最後まで。どういうことでしょう。違うの？うの？自分で。めちゃくちゃうまいのかい。弾いてんじゃねえよって。完全に弾いてない部分も鍵盤が動いてたけどな。そこはいいか。ここでずっと聞くんだな、きっとな。聞いてくれてありがとう。俺に私の宝物あげるね。鍵のかかった小箱。鍵かけないでもらっていいじゃん。ねえ、宝物くれるのはありがたいんだけど、鍵かけないでほしいよね。鍵なんて取ってないでしょ。まだ何かあるの、ここ。で、次弾けば大丈夫だよね。さっきのこのピアノをちゃんと聴いたから、今度は俺が弾いても大丈夫だよね。なんで？いや、聞いたじゃん、君のピアノはちゃんと。ダメなんだ。鍵のかかった鍵が必要だよな。うまいからか。イーブン掲示板、トイレの花子さん。スティーブンってどこだよ。スティーブンなんていくらでもありそうだけどね、水道が。花子さん避けるしかないんだ。ああ、なるほどなるほど。歩くスピードってこれ以上速くなります？これ避けれる？嘘。これ避けれます？もっと早く歩けるの？あ。ありがとう。あ、大丈夫か。臭い。ありがとう。何撮った今。あ、小銭。オッケー。これで進める。飲み物買うんだ。あ、そうだね。スポーツドリンク。このスポーツドリンクを図書室で飲ませると。
ーツドリンク俺にくれるのか。サンキュー。お前いいやつだな。俺の射程にしてやってもいいぜ。ごくごくごく。おい、うえ。おい、これジュースの中変なもん入ってんじゃねえか。てめえの仕業か？そんなに俺のことが嫌いかよ。そんなに僕が信用できないのか。でもなんだろうな、これ。鍵みたいだけど。あー、クソ、胸クソ悪い。俺はもう寝る。邪魔すんな。ああ、鍵、いいね。さあ、開けましょう。魔除けの鈴。魔除けの鈴？ヒントを教えてくれ。魔除け、効力が弱まってる。持っていても効果はない。力が弱っている悪霊になら、もしかしたら。力が弱っている悪霊。こんなのいた？あ。首だけのやつじゃない？違うか。こいつじゃないの？違うか。あ、これだ。オーケー。こっち行けるんだ。人形が飾られている。どうして学校にこんな部屋が、一体誰の部屋なんだ。研究室の中にあるってことは、あの怪物の。まさかね。まあ、あのお父さんだよな、人形好きの。美しい女性の人形だ。ドレスローブにそぐわない赤いブレザーがかけられている。これうちの制服じゃ、まさか。汚れたブレザーを手に入れた。汚れたブレザー、キーアイテムか。あ、少女が眠っている。いと、私はもう一人のあなた。私たちが出会うことはないと思う。それが運命なのだけど、私たちはあなたのことをずっと見守っています。なるほど。女性を選んだ時か。こっちになるってことか。あ、じゃあ汚れたブレザーをどうするか。あ、まあどうするかっていうか、もう白百合とこの掲示板の張り紙の謎だな。あとは影があるところ？こっちか。ああ、ここね。ああ、ありがとう。置けるんだこれ。三、え？ここじゃないの？なぜ置けない？ああ、別の教室？なるほど。教室ごとにってことか。賢いね、君たち。知ってるのか、それとも。
なるほどね。あ、これか。あははは。あ、こういうことか。なるほどね。まあ言われてみたらそうだな。言われてみたらな。最後これか。はいはいはい、ここですね。OK。屋上で待ってる。屋上。お、何かあるぞ。お花ありがとう。あ、この三人のってことか。そう言われてみたらつながるね、確かに。この三人の席だったんだ。あなたの探し物見つけておいたよ。切り裂かれたリボン体。俺これ探してたんだ。探してたんだ俺これ。探してたつもりはないんだけど。話してみようかな。あれ、これでなんかアイテムも全部なくなっちゃったし、ここからどうしようって感じだね、これ。ん？これほぼ最後なの？あなたの墓。これいけるの？ああ、ああ、鍵を持ってるんだ、もう。そうなんだ。そりゃ教室の中探しても何もないわな。すべての鍵を祭壇に捧げた。しかし何も起こらない。どうして何も起きないんだ。出てみましょう。ほぼ終わってるんだね。ほぼほぼ最後なんだね、もうね。ああ、もうすべて捧げた？おかしいですね。どうして呪いは解けないんでしょう。鬼瓦会長なら何か知ってるかな。なるほど。鬼瓦会長どこだっけ、これか。どうですか、呪いを解く鍵を祭壇に捧げてきたのですね。ですがこの様子だとまだ呪いは解けていないようですね。やはり生贄が必要みたいですね。生贄？淵の間の赤い墓石を見ましたか。死んだ後あの墓石に名前を刻まれた者の魂は少女の魂を解放するための生贄となるのです。墓石の数は4つ、4つ全てに名前を刻まなくてはなりません。すでに4つの墓石のうち3つに名前が刻まれているようですね。あと1つ足りないですね。あと1人誰かが犠牲になれば。それなら、僕が犠牲になれば。それは無理です。あの墓石は少女の恨みの念が作り出した道具。少女の恨みを抱いた人物でなくては、あの墓石に名を刻むことはできないでしょう。
なたは少女を救おうとしている。そんなあなたを少女は恨んだな、そんなあなたを少女は恨んだりなどしていませんよ。さて、まだ他に生き残っている者がいるようですね。誰を犠牲にするかよく考えておいてください。ミサオちゃんが恨んでいる相手か。でも呪いを解くためとはいえ、誰かを犠牲にするなんて僕にはできないよ。なるほど、一回セーブしよう。選ぶんだな。誰が生きてたっけ。あと、なるほどね。あー、そうか、先生かこいつか。ミサオちゃんが恨みを抱いてる相手って残りはトーマくん以外考えられない。なるほどね。ここで変わってくるな、エンディングが。あー、セーブしといてよかったな。まずこっちからやろう、近いから。近いという理由だけで近いという理由だけでまずはこいつを犠牲にしよう。ミサオ、許してくれ。あの世で反省しろ。ダメだ、僕にはできないよ。トーマ君を殺すなんて。できるよ、あなたは私なんだから。誰だ。さあ、バットを高く掲げて大きく振り下ろすの。体が勝手に、うわー、ダメだ、僕にはできない。ミサオちゃんを救うためとはいえ、誰かを犠牲にするなんてできるわけないじゃないか。ごめんミサオちゃん、僕にはどうすることもできない。もう一度祭壇へ行こう。あ、そうなんだ。何も起こらない。ミサオちゃん、聞こえてるんだろ。生贄が必要なら僕が生贄になる。それでもう終わりにしてくれ。僕だってみんなと同じだよ。同じクラスなのにミサオちゃんが苦しんでることに気づかなかった。仲良くなれたらって思ってたのに、ミサオちゃんのこと全然見てなかったんだ。無責任なやつだと思われても仕方がないよ。やっぱり聞こえてるんだ。ミサオちゃん、お願いだ。僕を生贄にしてくれ。どうせ僕には家族はいない。天涯孤独の身だ。死んだって悔いはないと思ってる。だから、この命、君にあげるよ。僕じゃダメなのか。ダメ、ダメなんだ。大変です、糸さん、大変です、大変なんです。悪霊が大量発生しちゃいました。どこもかしこも悪霊だらけなんです。なんだって。トーマくんは無事なのか。なんとか昇降口に避難させました。倉田先生も一緒だと思います。糸さんも早く避難しましょう。でもミサオちゃんが。俺は後回しです。早くしないと悪霊がここにも迫ってきてるんです。すごい、これ避けながら行くのかな。昇降口ってどこだよ。こっちか。無事だったか。先生、怪我は大丈夫なんですか。ああ、
応急手当でなんとかな。くそ、なんで床がなくなってんだよ。これじゃ逃げられねえじゃねえか。落ち着け。大声出すと悪霊に見つかるぞ。こんな状況で落ち着けるはずねえだろう。おい、伊藤、なんとかしろよ。詳しい話は聞かせてもらった。呪いを解くために生贄が必要らしいな。生贄なんて俺は絶対嫌だぞ。俺が生贄になろう。大事な生徒を死なせるわけにはいかないからな。本気かよ。いや、誰も生贄になんかさせない。俺以上誰かが犠牲になるのを黙って見てるなんて真っ平だ。ここにいるみんなで力を合わせて他の方法を探し出そう。伊藤さん、力を合わせてか。それを言うのは本来教師の役目なのだが、やれやれ、俺もまだまだ未熟かな。トーマ君も無理にとは言わないけど協力してほしい。呪いが解けたらあいつら戻ってくるかな。それはわからないよ。そうだよな。そうですよ、やってみなくちゃわからないですよ。わからないってことは可能性がないとは言い切れないってことですよね。うん。だから諦めるのはまだ早いです。あいつらどうしようもねえバカだけど、俺にとっては仲間だったからさ。いなくなると寂しいっつうか。だから助けてやんねえとな。ミサオも一緒にな。トーマくん。ふん、決まりだな。それじゃあ私は図書室に戻りますね。それが私の役目なんで。あいつ一人で大丈夫なのか。俺たちも負けていられないな。ん？危ない。あ、なるほど。結局どっちか犠牲にするんだね。トーマくん、倉田先生。落ちる、落ちちゃう。助けてくれ。待ってろ、今助けに。く、二人同時には無理だ。何してんだよ、早く助けてくれ。こんなところで死にたくねえよ。俺のことは後回しでいい。彼を先に助けてやってくれ。悩んでる暇はない。まあまあいいや、まずはトーマにするわ。僕の手にしっかり捕まって。これ以上は持たない。倉田先生。倉田先生。はい、犠牲になってもらいました。先生にはね。悪霊の気配が消えてる。全部終わったのか。結局僕は誰一人救えなかった。終わり。俺もう動けねえわ。そうか。こっち行くのかな。トーマくん、別に一人でいるのが怖くてついてきてるわけじゃねえからな。鍵は全部揃った。これでミサオちゃんは救われるはず。ん？抵抗したらどうなるか分かってるよね。こないだのシャメはばらまかれたくなかったらおとなしくいい子にしてんのよ。それじゃたっぷり稼いでね。うわ、最低だな。クソ女だな。マジで。もうやだよ、もうやだよ。誰かいるのか。
隠れてないで出てきなさい。この声、倉田先生。何をしているんだ。ここは男子トイレだぞ。先生、どうしたんだ。うわあ、泣いちゃった。少し落ち着いたか。はい。何か辛いことでもあったか。悩みがあるなら遠慮なく話してくれ。先生がどんなことでも相談に乗ってやる。え？先生はミサオちゃんの相談に乗ってあげていた？彼女は行方不明になる前日、俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくてろくに彼女の話を聞いてやれなかった。彼女が苦しんでいたことは知っていた。あの時ちゃんと話を聞いてやれば、彼女が消えることはなかったかもしれないのに。倉田先生、どうしてあんな嘘を。先生には言えないことか。先生、私失恋したんです。バカみたいですよね。失恋したぐらいでトイレに閉じこもって大泣きするなんて。そんなことないさ。俺だって若い頃、失恋した時は夜が明けるまで学校のトイレに閉じこもって嘆いたものだ。倉田先生でも失恋したことがあるんですか？俺が失恋するのはおかしいか？だって、あの、先生、優しくてかっこいいし、みんなからモテモテだし。学生時代は地味でどんくさくて全然モテなかったんだよ。そうだったんだ。地味でどんくさいだなんて、なんだか今の私みたいです。そんなことはない。君はとっても魅力的な人間だよ。先生、君はそこら辺にいるバカ女たちとは違う。真面目で優しくて物静かで。俺はね、君みたいな子が大好きなんだ。怪しくなってきたぞ。先生。ミサオ。え、先生、話してください。君の手、とても綺麗だ。冗談をやめてください。綺麗だよ、ミサオ。ペロン、ペロンって。キー、いや。ミサオ、どうして逃げるんだい？俺のことが嫌いなのかい？さっきは俺のことを褒めてくれたじゃないか。さあ、こっちへおいで。いや、開かない。どうして？開かないように細工をさせてもらったよ。二人の時間を誰にも邪魔されないようにね。お願い、開いて。いや、来ないで。まあ、犠牲にしてよかったな。やめろ、その息遣い。いやー、何されたんだよ。まあ、ご想像にお任せします。なぜだ、なぜみんな僕を拒絶するんだ。どうして僕を拒絶するなんて。許さない、許さないぞ。トイレに連れて行って。え、これで君は僕のものだよ。こいつがやったのかよ。
今のは倉田先生がミサオちゃんを学校が元に戻ってる。ミサオちゃんが呼んでる。どこ行くんだよ。まあまあ先生犠牲にしてよかったわ。ああいた。涙流してるよ。かわいそうすぎるだろミサオちゃん。ちゃんとねお墓に埋めてあげて成仏してもらいたいんですね。やっと見つけた。見つけてくれてありがとう。ミサオちゃん。空が明るくなった。ミサオちゃん、苦しみから解放されたんだね。なるほどね。生徒会室って確かここだよな。お世話になったんだし挨拶ぐらいはしないとね。でも鬼ヶ原さんいるかな。うわ、君そんなところで突っ立って何をしているんだ。 あの鬼ヶ原さんはいますか。鬼ヶ原？誰だいそれは。生徒会長の鬼ヶ原さんです。何バカなこと言ってるんだ君は。生徒会長はこの俺だ。鬼ヶ原なんてやつ生徒会にはいないよ。いつもの日常が戻ってきた。綾香や吉野たちはいない。ミサオちゃんを殺した倉田先生も。でもそれを気にする人は誰一人いない。異界で死んだ人は存在をかき消されてしまうのだろうか。でも僕は忘れないみんなのこと。それに吉野や倉田先生がミサオちゃんにしたことも全部なかったことにするなんてできない。もしかして鬼ヶ原さんも異界で。いや不吉なことを考えるのはやめよう。あの日から鬼ヶ原さんと花ちゃんの姿を見ていない。二人がどうなったのかはわからないけど不思議な人たちだったな。こら様子見してるやつちゃんと前を向きなさい。また弁当食ってるやついるな。ごめんなさい。いつもの日常が戻ってきたんだね。ミサオちゃんは依然行方不明のままだ。僕が見つけた彼女の肉体は跡形もなく消えてしまった。もう彼女が発見されることはないのかもしれない。でも大丈夫、彼女は最後笑っていた。きっと苦しみから解放されたんだ。これ以上誰かが犠牲になることもないだろう。全て終わったんだ。そうだろ、ミサオちゃん。いる。まだあいつを許してないんだ。一人残ってるからね。あいつもいずれ犠牲になるってことか。一応これがグッドエンドかな。そうだよね、うん、じゃああれか、このゲームは2種類しかエンディングがないのか。でもノーマルエンドってなってんな。新エンディングって何これ。ハテナもあるし。で一旦バッドエンド見よう。うん、バッドエンディングを見ましょう。続きまして
うした？呪いはまだ解けないのか？話を聞いてくれなかった先生のことをミサオちゃんは恨んでいるかもしれない。先生が犠牲になればきっと。倉田を生贄にします。まあ、ここは変わらねえのか。でもまあいいや、血が止まらない。先生大丈夫です、すぐ楽にしてあげますよ。ダメだ、僕にはできないよ、先生を殺すなんて。なるほどね、ここは一緒だね。ここは一緒なので飛ばしていきましょう。はい、来た。あ、そして先生を救いましょう。僕の手にしっかり捕まってください。もうダメだ、トーマくん、トーマくん。そして悪霊の気配が消えてると。結局僕は誰一人救えなかった。また俺は大事な生徒を守ってやれなかった。うん。でまたさっきの祠に戻るのか。こっちじゃないわ。さあここですね。倉田先生、彼女はどうなったんだ？鍵は全部揃った。これでミサオちゃんは救われるはず。ここも一緒だね。はい、一緒ですね。これも一緒か。うん、で話を聞いてね、ベロンね、どこをベロンって舐めたのか分かりませんけど。耳を舐めたのかな。あんまり言うと生々しいからやめとこう。はい、ベロン来ますよ。ベロン。ミサオ先生、話してください。君の手とても綺麗だ。冗談はやめてください。綺麗だよミサオ。ベロン飛ばしていきましょう。ベロン聞いたので飛ばしていきましょう。目玉変態じゃねえかよ。ここも一緒ですね。皆さんの近くにもサイコパスが潜んでいるかもしれませんよ。あれ、あ、これここ新しいな。どうした？帰らないのか？先生、泣いているのか？困ったことがあるなら先生、相談に乗るぞ。今日友達と喧嘩しちゃって、謝ったのに、もう私のことなんか友達じゃないって。またベロン来るか、これ。ベロン来るな。そうか、それは辛いね。私には魔法しかいないのに、魔法がいなきゃ私一人ぼっちになっちゃう。弱音を吐くな。大丈夫、時間が経てば相手も許してくれるさ。だから元気を出せ。こんなところで一人で泣いてたって状況は変わらないだろう。うん、さて外もだいぶ暗くなってきたし、もう帰ろう。先生が家まで送ってやる。
なるほど、まあ続けていくってことですね。生徒に手を出し続けていくってことですね。拒絶されたら殺して、なるほど。メロンエンドってなんだよ。メロンエンドってやめろ。バッドエンド、メロンじゃないからバッドだから。なるほどね。女性としてやればまた変わってくるのか、少しね。この新エンディング、これまたあれか、マッドファーザーでいうところのブラッドモードか、これは。なるほど、じゃあ次女の子でやろうかな。あ、そっか、クリアデータが存在しないか、男でやるしかない。あ、まあでもちょっと違うね。あれ、あそこの木に登ってるのってミサオちゃん？そんなところで何やってんだ、危ないよ。くん、あのね、子猫降りられなくなったみたいなの、手伝おうか？大丈夫、もう少しで届くから。届いた、キャ、危ない。大丈夫？猫ちゃん平気？そっか、よかった。ミサオちゃんも怪我はない？ごめん。大丈夫？このぐらい平気だよ。それよりもミサオちゃんと子猫に怪我がなくてよかったよ。ありがとう。ミサオちゃんが笑った。ミサオちゃんの笑った顔を見るのは初めてかもしれない。なんだか照れくさいな。あ、この子飼い主さんのところに届けてくるね。飼い主を知ってるの？うん、ここの近所の雑貨屋さんの。そうだったのか。それじゃ僕も一緒に行こうか。私一人で平気だから。それじゃ。ああ、ミサオちゃん。ミサオちゃんいい子だな。ミサオちゃんはクラスの中でもおとなしくて目立たない。でも優しい子だった。あんなに優しい子がどうしてあんな目に遭わなくちゃいけないんだろう。伊藤さん、誰かが僕を呼んでる。この声聞き覚えが。あれ、ここはどこだ。僕は教室にいたはず。じゃあ確か授業の途中でめまいがして、それから何が起こったんだ。一体何が起こったんだ。伊藤さん、鬼ヶ原さん、この声鬼ヶ原さんなんだろ。鬼ヶ原さん一体どこにいるんだ。ああ、もう早速違うね。これって鬼ヶ原さん。お久しぶりです、伊藤さん。やっぱり僕をここへ連れてきたのは鬼ヶ原さんだったんですね。だけどどうして。
実は呪いを解くために犠牲になった彼らの魂を解放して差し上げたいと思いましてね。そんなことができるんですか？でもどうして？ミサオというのは、ミサオという少女は少しばかりやりすぎました。確かに彼らが少女にしたことは許しがたいことですが、少女が死んだのは彼らの罪じゃない。彼らも十分苦しみました。これ以上苦しみを与え続けるのは酷かと思いましてね。ですから私は、彼らの魂を解放することに決めたのです。魂を解放したらみんなは生き返るんですか？それは無理です。ですが彼らの生きたいという思いが強ければ生まれ変わることができるかもしれませんね。彼らを救うかどうかは伊藤さん、あなた自身が決めてください。どうして僕なんですか？あなたでなくてはきっと彼らは救えない。あなただから彼らを救うことができるのです。鬼ヶ原さん、期待していますよ。待ってくれ。どういうことだ？セーブできないんだ。あ、ちょっと待って、変なの押しちゃった。オッケー。俺は工藤の墓。ちょっと待ってね。これ何？あ、セーブか。しておこう。こっち何？気をつけてください。その先はミサオを殺めた男の魂が封印されています。ああ、先生か。なるほど。まあまあ順番にやっていこうかな。工藤君から。いやいや、もう最初から全然違うね。マヌケのミサオ、ミサオをいじめるな。めんどくせえのが来た。小さい頃はちゃんと守ってたんだね、ミサオを。タケシのやつまたミサオをいじめやがって。ミサオもう大丈夫だぞ。よしよし、大丈夫。タケシをやっつけてやったからな。だから泣くな。うん、ほら帰るぞ。家に帰るまで俺が守ってやるからな。あの頃のあなたは優しかった。あなたは変わってしまった。白状しろ。ミサオと付き合ってんだろ。だからなんでそうなるんだよ。違うって言ってるだろ。今日も一緒に投稿してたよな。キュー、熱々。やめろって。けどネクラちゃんと付き合ってんの？どういう言い方はやめろよ。お、マジギレ。やっぱミサオのこと好きなんだこいつ。ヒュー、なんだか騒がしいな。あんな暗い女好きになるわけないだろ。うん、聞かれちゃってんだ今の話。うんうん。ねえ、一緒に帰ろう。いい加減にしてくれよ。うざいんだよ。二度と俺に話しかけないでくれ。
まあね、このぐらいの子供だと言っちゃうよね、そういうことね。ここはどこだ？あら、もうやめてくれ。死ね。お前なんか死ね。ずっと言われてんのか。地獄だな。育児なし。死ね死ね死ね。許してくれ、ミサオ。死んでしまえ。地獄に落ちろ。やめてくれ、やめてくれ。死ね。大嫌い。童貞のくせに。童貞のくせには関係ないだろ、別に。工藤君、しっかりするんだ。工藤はいらない。死んでしまえ。ミサオちゃん、もうやめてくれ。ごめんよ、ごめんよ。工藤君、しっかりするんだ。僕と一緒に帰ろう。許してくれ。いつまでも嘆いてたって仕方ないだろう。俺がもっと早くミサオを救ってやれば。俺のせいだ、俺のせいだ。違う、工藤君のせいじゃない。俺のせいなんだ。ミサオは俺を恨んでいる。それが何よりの証拠さ。全部俺が悪いんだ。違う、このミサオちゃんたちは工藤君の心の闇が生み出した幻影だ。なんだよそれ。何を根拠にそんなデタラメ。僕は知ってるから、ミサオちゃんが優しい子だってこと。あの優しかったミサオちゃんがこんなひどいことを口にするはずがない。このことは君が一番よく知っているはずだ。ミサオ、ミサオ、工藤君、ミサオ。ミサオ、工藤君。なんだか恥ずかしくて下の名前で呼べないや。もう長いこと呼んでないもんね。工藤君ごめんね。そんな、謝るのは俺の方だ。俺のせいで君は。もういいの。私あなたのことを恨んでないよ。どうして？だって俺は君を見捨てたんだよ。うん。あの時はすごく寂しかった。辛くて苦しくて死んじゃいそうだった。でも工藤君の気持ち分かったから。勇気が出なかっただけなんだよね。本当はいつも私のことを思ってくれていた。これだけで私嬉しいよ。ミサオ、私のことを思っていてくれてありがとう。思っていてくれてありがとう。私も工藤君のこと大好きだよ。ミサオ、ミサオ。最後に工藤君の前に現れたミサオちゃんは幻なんかじゃないよな。こうやって順番にやっていくんだ。バブバ生まれ変わったな。バブバブ言ってるわ。吉野、そんなに長くないから助かるな。これはミサオちゃんモデルなんだからちゃんとポーズ取ってよ。ひどいことしてんな、またこいつら。マジでぶっ飛ばしてやりてえな。そんなんじゃ遅刻だよ。
やばい、似てる。でもさ、地味な彫刻だよね。もっと華やかにしてあげよっか。お、いいじゃん。絵の具貸せよ。キャッハッハッハッ、おしゃれー。ここも描いちゃおうか。顔も綺麗にコーデしてやるよ。キャッハ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 ッ。ああああ。許せねえな、本当に。ゲームとはいえ。許せない、絶対に。まあ許せないよな。救ってやる必要ねえよな、あいつらは。思っちゃうけどね。ああ。許して。許してミサオ。ああ、こういう罰を受けてるんだ。許してよえ、あ、助けて、助けて。何を今更って感じだよな。吉野がミサオちゃんにしたことは許されないことだ。だけど吉野だって十分苦しんだんだ。苦しんだはずだ。だからもういいだろう。これ以上吉野を苦しめるのはやめてくれ。ダメか。そうだよな。あんなひどいことされて怒りが収まるはずなんかないよな。でもこのままじゃきっとダメなんだ。このままだとミサオちゃんは、まあミサオのためには良くないのか。彼女を止める方法を考えないと。なんかあるな。金属バット大勢にしよう。どれかを使うってことか。しようかな。これを吉野の周りに巻けば。ああ消えた。吉野、まともに喋れる状態じゃないみたいだな。許して、許して。吉野、もう大丈夫だから。いや、いや、やめて、来ないで。いじめられる側の気持ちが分かったかって感じだよな。吉野、こうなったのは君にも責任がある。これに懲りたら、もういじめなんかするなよ。しない、もうしないから。だから許して。ミサオちゃんもきっと許してくれるさ。だから一緒に帰ろう。どうして。まあ許せないよな。まあそうだよね。どうして邪魔するの。あなたは私を救ってくれた。あなただけは私の味方だと思ってたのに。僕はずっとミサオちゃんの味方だよ。でも僕はこんなことをさせるために君を救ったわけじゃない。何を。ミサオちゃん、君はまだ苦しみから解放されてないんだよね。こんなことを続けていても君の心は救われないよ。黙れ。ミサオちゃん、こんなことをして君の心は晴れるのか。黙れ。晴れるわけないよ。
晴れてたらこんなところにいるはずがない。黙れ黙れ黙れ。みさおちゃん、もうやめよう。今の君は怨霊そのものだよ。君のそんな姿僕は見たくないよ。黙れ。みさおちゃん、一応でも救われたのか。さおとめ、ねえ知ってる？この学校文化祭で毎年ミスコンやるんだって。私出ようかな。無理無理。さおとめさんなら優勝できるんじゃない？私？乙女なら余裕でしょう。そんなことないよ。私自信ないもん。またまた。乙女って絶対自分のこと可愛いって思ってるでしょ。私なんかよりミサオちゃんの方が可愛いと思うな。こいつも嫌な女だな。え？ミサオ？予想外。ミサオちゃんってお化粧したら今よりももっと可愛くなると思うんだ。ね、みんなもそう思うでしょ？ああ、化粧ね。早乙女さんの方が可愛いって。そんなことないったら。早乙女さんが一番だと思う人、はーい。はいはい。絶対嘘だ。自分が男子に人気があるのを知ってて、わざと地味な私を引き合いに出してるんだわ。嫌な女。トーマくん、きっとあの女に騙されてるのよ。嫌だな、ひどい顔。私、嫌な子だ。これ俺か。開かない。なんで開かないんだ。ちょっと待って、パッとあるな。 OK。 はい、トーマ、あーん。うまい。やっぱ乙女の作る弁当はうめえな。将来いい嫁さんになれるぜ。もちろん俺の嫁だけどな。やーん、トーマったらーん。さおとめさん、あなたにトーマくんは渡さない。トーマくんは私のものなんだから。トーマくん。ミサオ、な、何？私のトーマくん。トーマ、行こう。トーマ？ミサオ、やっぱり俺が好きなのはミサオだけだ。トーマくん。トーマ？嘘でしょ？ミサオのことは遊びだって言ったじゃない。悪い、乙女。あれは嘘だ。俺はミサオのことが好きなんだ。トーマくん、嬉しい。そんなはずない。トーマ、まだわからないの？トーマくんは私が好きなの。あなたのことは遊びだったのよ。ミサオ、好きだよ。私も好きよ、トーマくん。愛してる。ふふ。いやあ、やめて。いや、トーマに触らないで。
早乙女さん、こんなことがあったの？濃厚な口づけを交わしている。あ、そうなんですか。そりゃ良かったですね。早乙女さん、しっかりするんだ。目を覚まして、トーマー。ああ、こういう罰を受けてるんだ。なるほど。目を覚まさなくちゃいけないのは君だ。これは幻覚なんだよ。幻覚？幻覚ならどうして消えないのよ。どうしてこんな幻覚を見せるの？イサオ、好きだよ。私もトーマくんが好き。いやー、早乙女さん。なるほど。これ以上トーマくんに囚われてちゃダメだ。あの時のことを思い出すんだ。トーマくんは君を見捨てたんだぞ。違う。トーマはかっこよくて優しくて、いつも私のことを守ってくれるんだから。ちゃんと思い出すんだ。コンピュータールームで悪霊に襲われた時のことを。君は見捨てられたんだ。トーマは私を見捨てたりなんかしない。トーマは。来ないで。乙女。トーマ、助けて。トーマは私を見捨てた。うん、見捨てられたよね。伊藤くん、そのバットを貸してくれる？トーマなんてもういらない。トーマなんか大嫌い。トーマなんか。私の前から消えて。自ら。じゃあ最後に先生、何か落ちてる。ちょっと待って、その選択肢やめて。ちょっと拾っちゃダメなものなの？一回セーブ入れよう、別のところに。そして拾おう。彩香のヘアピン。あれは僕と彩香。彩香、そんなのどうでもいいから早く安全な場所に逃げるんだ。ダメダメ、これ全部見てから。それに一番下の引き出しもまだ見てないんだから。逃げるならあんた一人で逃げなさいよ。どうなっても知らないからな。さてと、そろそろ一番下の引き出しを調べるか。何が入ってるのかな。なんだこれ。何それ。キャー。何これ。え、手、腕、手か。なんで倉田先生の机に？なんで？っていうか本物？そんなわけないよね。それに触るな。キャー。よかった、腐ってない。3ヶ月以上経っても腐らないなんて、君の体は本当に不思議だ。ますます愛おしい。ベロリ。ペロリした。こいつやばい。見てしまったね、俺の秘密を。いやー、逃がさないよ。なるほど、捕まえた。もう逃げられないよ。はっはっ、さっきのこと誰にも内緒だよ。二人だけの秘密だ。いや、そうか、
それは残念だ。なら死んでもらうしかないね。うん、そこにちょうど来たんだね。彩香、それに倉田先生も。助けて。あ、来たわけじゃないか。彩香、落ち着け。もう化け物はいない。先生、彩香はどうしたんですか？うん、化け物に襲われた恐怖でパニックを起こしているんだ。違う、騙されないで。こいつは私を殺そうとしてる。彩香、襲われたのか？だから安全な場所に逃げようって言ったんだ。また、今はそっとしておいてやってくれ。でも、大丈夫だ。俺がついてるから。わかりました。先生、彩香のことをよろしくお願いします。僕はもう少しこの辺りを調べてみようと思います。うん。待ってよ。行かないでよ。まあそうだよな。ちょっと待て。職員室の俺の机の上に精神安定剤があると思うんだ。それを持ってきてくれないか。飲ませれば少しは落ち着くと思うんだ。わかりました。気をつけるんだぞ。絶対に死ぬんじゃないぞ。お前も俺の大事な生徒なんだからな。騙されちゃダメよ。うん。そういうことがあったんだね。実は。行かないで。助けて、助けて。さて、これで邪魔者はいなくなったね。ダメだ、腰が抜けて走れない。俺から逃げられると思ったのかい？助けて、助けて。そういうことね。バカ女が。俺だけ無傷だと怪しまれるな。自分でやったんだね。なるほど。倉田先生が彩香を。彩香、気づいてあげられなくてごめん。だってじゃあ先生か。いいところ住んでるな。ここは？お、パソコンの画面がついてる。はじめは満足だった。皆から愛されることに浮かれていた。だがある時突然虚しくなった。みんなが愛しているのは僕じゃない。この仮面なんだ。まあまあ顔はイケメンなんでしょうね。あ、先生を動かしてる。ほんと倉田先生って最高よね。ちょっとミステリアスなとこあるけど、それがまた素敵。あやかいいな、あの先生が担任だもんね。ほんと羨ましいよね。あ、倉田先生ほんと超美形。やっぱ顔だよね。そこらの男子よりずっと美形だもん。まあまあまあね、まあこのぐらいの年の女の子は顔で選んじゃうよな。おまけに性格もすごくいいしね。性格知らねえだろお前。そうそう、優しいし頼りになるし、顔だけじゃないよね先生の魅力は。何も分かってねえだろお前。お前ミラーみたいなガキに何が分かるんだよ。あ、おやすみなさい。くそ、どいつもこいつも顔顔顔。バカ女どもめ。こんなの僕の顔じゃない。なるほどね。あ、いる。卒業アルバムを見つけた。
あ、なるほど、こんな顔だったんだ。整形したのか。倉田？この人、まさか倉田先生。なるほどね、顔にちょっとあったんだ、そういうのがね、コンプレックスが。倉田、てめえ何学校来てんだよ。なるほど、うわ、倉田だ。てめえがいると教室の空気が汚れるんだよ。ゴミ虫は帰れ。こいつもいじめられてたのか。それで性格が歪んでサイコパスになっちゃったんだね。邪魔だ、どけや。キャー、ごめん、いいから早くどいて。それも傷つくな。ほんと嫌だ。ちょっと泣いてんじゃん。女の子泣かすとか倉田最低。え、僕のせい？あんたが早くどかないからじゃん。そんな、もう行かなくていいよ、無理して学校なんてよ。いや、痴漢よ痴漢。倉田くんが痴漢しました、最低。やめちまえよこんな学校。いいんだよ学校なんて別に行かなくても。誰も僕を受け入れてくれない。まあそうだね、こいつにもいろいろあったんだ。でもだからって殺すのはダメよ。うん、今のは先生の過去。お、誰も僕を受け入れてくれない。おお、猫飼ってる。にゃーん。ん？もともとは優しい子だったのか？まあそうだよな。どうして、どうしてみんな僕を拒絶するんだ。もう嫌だ、耐えられない。ん？猫？猫だ、野良猫かな。怪我してる、すごく弱ってる。病院に連れて行かなくちゃ。頑張るんだよ、絶対に助けてあげるからね。ああ、まあ優しい子だよね。残念ですが、これはもう助からないですね。そんな、ああそうか、ごめんよ。もっと早く見つけていたら助けてあげられたかもしれないのに。誰も僕を受け入れてくれないと思ってた。でも彼女は違った。こんなジメジメしたとこで飯食べてんの？ダッセ。でもさ、倉田にはぴったりの場所じゃない？言えてる。おい、なんとか言えよ。つまんねえやつ、行こうぜ。はあ。大丈夫？高野さん、隣いいかな。え、ダメだったらいいの？ごめんね。うん、そんなことないよ。いいの？うん、
どうしよう、何を話せばいいんだ。高野さんも何も喋ってくれないし。高野さん、どうして僕に声をかけたんだろう。高野さんの手、綺麗だな。ねえ、いつもここでお昼食べてるの？うん。そうなんだ。いいよね、ここ。静かで落ち着く。そうかな。うん。ごめんね。どうしたの急に。倉田くんがからかわれてるとき、私何もできなくて。そんな。ねえ、明日も来ていい？これからお昼一緒に食べようよ。え？そんな、僕と一緒にいたらいじめられちゃうよ。そんなの全然気にしないよ。私もう逃げないって決めたから。今までずっと怖くて見て見ぬふりをしてきた。ずっとずっと現実から目を背けてきた。でももうやめる。これからは私が倉田くんを守るよ。迷惑かな。いや違う、そう、迷惑じゃないけど、でもダメだよ。やっぱり僕のせいで君がいじめられたら困るし、それに女の子に守ってもらうなんて余計にからかわれちゃう。ごめん。そうだよね。あ、でも気持ちはすごく嬉しい。ごめんね、なんか変なこと言っちゃって。いや、そんな。でもね、倉田くんのこと助けたいって気持ちは変わらないから。困ったことがあったらいつでも私に言ってね。私どんなことでも倉田くんの力になるよ。高野さん、ありがとう。ねえ、私倉田くんのことをもっと知りたいな。初めてだったんだ、僕を受け入れてくれる人。すごくすごく嬉しかった。それから僕たちは毎日あの場所で会った。おしゃべりすることもなく、二人で時間が過ぎるのを待っていた。会話なんていらなかった。彼女といるだけで心が安らいだ。幸せだったんだ。あの雲、羊みたいな形してる。本当だ。かわいいね。うん。高野さん、笑ってる。かわいいな。彼女の手が好きだった。彼女の声が好きだった。彼女の笑顔が好きだった。僕は彼女に恋したんだ。初めての恋だった。僕、高野さんが好きだ。そう、好き。好きなんだ。彼女が好き。好き、好き、好き。高野さん。ん？え、倉田くん？急にどうしたの？手を離して。高野さん、好きだよ。ちょっと。だから、好きなんだ。高野さんが好きだ。やだ。高野さん、気持ち悪い。え？あ、ごめんなさい。どうして？君だけが僕を受け入れてくれると思っていたのに。どうして、なんで、どうして。本当にごめん。私そういうつもりで倉田くんに近づいたわけじゃないから。私はただ倉
倉田くんがかわいそうだったから。ごめん、なんでもない。もうここで会うのはやめにしよう。ね。え？嫌だ。嫌だ。どうして？なんで？なぜ誰も僕を受け入れてくれないんだ？キャ。どうして、どうして誰も僕を受け入れてくれない？倉田くん、やめて。どうして、どうして、誰か助けて。ああ、先生が見つけた。倉田、何をしている？うわあ。誰も僕を受け入れてくれない。誰も。だから男の話を聞いてくれる友達とかがいたらよかったよな。うん、異性じゃなくて。うん。また変わってきたよね、きっとね、それだと。だってもともとは優しい子なんだから、倉田だって。うん、ただちょっとそれで性格が歪んできちゃったけどさ。うん。君も僕のことを気持ち悪いと思ってるんだろう？何をしている？なんだ？何をしているの？倉田？倉田何してるの？それ刺し続けているの？何を刺し続けているの？それ倉田なあ倉田、どうして誰も僕を受け入れてくれないんだ？どうして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 、先生顔がいけないんだ。顔を変えれば変わると思った。確かに変わった。周囲の見る目が180度変わった。みんなが僕を歓迎ムードで迎えてくれた。初めて周りに受け入れてもらえた。嬉しかった。でも気づいたんだ。みんなが歓迎してくれているのは僕じゃない。この顔だ。いや、それでもいいだろう。それでいいだろう。誰も俺の中身なんか見てくれない。みんなして顔、顔、顔。作られた顔。こんなの僕じゃない。愛されてるのは僕じゃない。この偽りの顔なんだ。僕は誰からも愛されていないんだ。そんなことないですよ、先生。みんな言ってましたよ。倉田先生のこと、優しくて頼りになる先生だって。みんなが、それに僕は知ってますから。倉田先生が本当は優しい人なんだってこと。ただ少し不器用なだけなんですよね。そんな倉田先生が僕は好きですよ。だから先生、もう悲しまないでください。僕もみんなも優しい先生のことが大好きなんですから。うわー。猫になっちゃった。猫になっちゃった。安らかな顔で。猫ちゃん、最後は先生に見取られて幸せだったんだね。そうだね。戻ればいいのかな？ああ、上に道ができてるね。鬼瓦さん。これは。これは、手鏡。いずれ役に立つかと思いましてね。こんなものが何の役に立つんだろう。さあ、うん、
トーマの墓か。トーマくんのお墓、まさかトーマくんこの中にいるのか。ミサオちゃんがトーマくんに取り付いていたのは異界に引きずり込むためだったんだ。うん。後戻りはできません。ちょっと待って、一回セーブ入れるわ。後戻りはできないとか脅されたから。よし行こう。ミサオちゃん来るな。みんなは解放してあげる。でもトーマくんだけは許さない。渡さない。どうしてトーマくんにこだわるんだ。トーマくんはミサオちゃんのことを。分かってる。私はトーマくんにもてあそばれたの。だから憎いの、トーマくんが。憎くて憎くてたまらない。でも好きなの。おかしいよね。トーマくんが好きなら彼のためにも解放してやってくれ。これじゃあ代わりに、糸くんが私と一緒にいてくれる？え？それはまた話が変わってくるな。私一人はもう嫌なの。だから誰でもいい。そばにいてほしいの。ねえ、トーマくんの代わりに、糸くんが私の彼氏になってくれる？それは聞いてないよ。聞いてないよ、そんなの。ああ、それは無理だよ。ふふふ、そうよね。私みたいな女。トーマくん？ん？うわぁ、化け物！トーマくん。私だよ。ミサオだよ。私、化け物なんかじゃ。うぎゃ来るな、化け物。トーマくん、落ち着くんだ。どっか行っちゃった。絵鏡が。嘘。見た目怖くなっちゃってるな、ミサオちゃん。これが私？いや、いや。ミサオちゃん。見ないで、見ないで。私を見ないで。どうして私ばかりこんな目に遭うの？私が何をしたっていうの？教えてよ。ミサオちゃん、もっともっと生きたかった。誰かと幸せになりたかった。もう一人は嫌だよ。怖いよ。寂しいよ。こんなの不公平よ。まあそうだな。まあ不公平だよな、確かに。私だけこんな目に遭うなんて間違ってるわ。ねえ、そうでしょ？みんな同じ目に遭わせてやる。クラスの奴ら全員。ダメだ。そんなことはさせない。なら私を糸くんの彼女にしてよ。だからそれはちげえだろ、話が。糸くんがそばにいてくれるなら、私は、ミサオちゃん、分かってる。無理に決まってるよね。私バカみたいよね。私なんて消えてなくなってしまえばいいんだ。糸くん、ごめんね。待ってくれ、ミサオちゃん。糸くん、僕はミサオちゃんの彼氏にはなれない。ミサオちゃんは大切なクラスメイトだから。大切？僕はミサオちゃんとの関係を大切にしたいと思ってる。だからトーマくんみたいないい加減な気持ちでミサオちゃんと付き合いたくなんかないんだ。糸くん、僕たちまだお互いのことよく知らないのに急に恋人同士にはなれないよ。だからさ、友達から始めようよ。
まあ僕はもうミサオちゃんと友達のつもりでいるんだけどね。友達として僕がミサオちゃんのそばにいる。何があっても君を一人ぼっちにはさせない。約束するよ。伊藤君。どうして？どうして私なんかと？ミサオちゃんのことが好きだから。伊藤君。あ。私なんかが伊藤くんの友達でいていいのかな。当たり前じゃないか。改めて言うよ、ミサオちゃん、僕と友達になってくれますか。はいはい、なるほど。伊藤くん、ありがとう。どういうこと？死んじゃうわけじゃないよね。ミサオちゃん。あ、まあそうだよね。あれ？ここは教室？あれは夢だったのか。ありがとう。夢じゃなかったんだ。ミサオちゃん、僕はミサオちゃんのことを一生忘れないよ。二十歳過ぎる頃には忘れてそうだけどな。そんなことねえか。ああ、なるほどね。面白かったですね。これも、このストーリーも面白かったな。まあ、マッドファーザーよりは全然早く終わりましたね。まだでもハテナハテナハテナっていう項目があったよね。クエスチョンマークの。うん、まあまあ良かったですね。面白かったです。まあもうないね。まああと女性でプレイするぐらいだよね。うん、マッドファーザーといい、このミサオといい、面白かったですね、非常に。はい。